台風16号が去った後のイチジクです。去年このイチジクはこの電気の取り入れ口ぐらいまで、背が高く伸びていたんですが、この4月に、6つのパーツに分けて、移植をしようとしましたが失敗でした。だいたい低く枝を延長していく予定です。この室外機を越えて、さらに延長したあたりに取り木する予定です。この壁の向こう、よいしょ、この壁の向こう側も、ずっと延長していく予定です。台風16号の影響で葉がめぐれ返ってます。風の力はかなり受けました。